三子が皇族以外の男性に嫁ぐことを効果と言いますが日本史上唯一武家に降下したのが和の宮です相手は時の将軍だった徳川家持で1万人以上の行列を成したという前代未聞の嫁入りを果たしています江戸時代朝廷と幕府を結ぶこの異例の結婚にはどんな理由があったのでしょうか六作和の宮近内親王 和宮は、誕生時に賜った幼名で、近子は、文久元年、1861の内心のお宣言に際して賜った意味な。家も父後には落職し、聖寛員の宮と名乗ります。和宮は、身長143センチメートル、34キログラムと推定される、可愛らしい女性だったと言われます。和宮は、高下3年18、1846、 人工天皇の第八味子として橋本恒子の間に京都御所の橋本邸で生まれましたしかし父の人工天皇は和宮が生まれる前に亡くなったため和宮は父と対面することは叶いませんでしたそして父の死後すぐに天皇の座に就いたのが母違いの兄である16歳の孔明天皇だったのです兄孔明天皇から和宮の名を賜り 6歳で、有栖川の宮、樽人親王との縁談が決まった和宮。後に、幕府から、婚儀の支度料も届き、この婚姻は、現実のものとなるかに思えました。本来であれば、この時点で、彼女の将来は決まっていました。有栖川の宮、樽人親王は、明治維新後も、軍人として、明治天皇を支えながら活躍した人物なので、もし和宮が降下しなかったら、 だいいぶ違ったた人生を歩んででことでしょう突然訪れた婚約破棄。和宮の人生を変えたのは外国船の来航でした。安政5年1858には幕府は日米通商条約の直拒直拒天皇の許しを求めて老中堀田正義が上京することとなります。孔明天皇はこれを承認しない意思を示していましたが結果的に。 大老、井伊直助の判断で条約は調印されることになりました。当然天皇は委直であることに起こり、上位を示したり、内見ことの利を出すなど、朝廷内部は、宮中の乱と記される事態になってしまいました。その後も、天皇と幕府の間でやり取りは続き、次第に、後部一は後部合体へと話は進んでいくこととなります。後部合体とは、朝廷と幕府の絆を強めることで、 両者の対立を解消し、政治体制を安定させようという構想のことです。黒船が来航した当時、国内では、海外貿易について意見が割れていました。しかし、幕府は、朝廷の承諾なしに、日米修交通省条約に調印。そのため、尊王攘夷橋氏たちの反発を招き、朝廷との関係も悪化してしまいます。当時の幕府は弱体化しており、 幕藩体制の立て直しや権威回復、尊王上位派勢力の非難から逃れたいという思惑がありました。そこで発案されたのが後部合体だったのです。後部の皇とは朝廷、部は幕府のことです。その結果、孔明天皇は、幕府が上位を実行するのであれば、御子を降下させようと決意するのです。幕府は、その具体的な成果として、将軍・家持の性質として、 和の,宮の効果を求めました政略結婚は珍しいことではありませんが、和宮効果については、このように国の命運を握るほど重大なものだったのです。孔明天皇の決意、安政6年1859、和宮が有栖川の三宅に嫁ぐのは翌年だと定まっていました。ところが、いざ、その年になると、朝廷と幕府の間で、 和の宮降下の話が進みます公明天皇は、すでに、有栖川宮と婚約していて破談できないなど、いくつか断る内容を伝えましたが、度重なる妖精と自重岩倉智美の意見もあり、上位を実行し、鎖国に戻すならと、皇果を許可します。当初は徳川に降下するのは、公明天皇の娘、吹宮が考えられていましたが、前年、生まれて、間もなく命を落としてしまったのです。 効果を辞退ししようとした和宮,和宮は徳川への効果を伝えられると幾重にもお断りしたい天皇のおそばを離れて遠い場所に行くのは心細いなど切実な思いを伝え効果を辞退しようとしました和宮はこの話を辞退しましたがすでに幕府と約束していた孔明天皇からならば生まれたばかりの一切の諏の宮を降下させる私は責任を取って上位し 和宮も、臨休時で天にならなければならないと説得され、効果を受け入れました。このように、和宮に決断を迫りながらも、一方で生まれたばかりの自分の娘、諏訪宮に変えることはできないか計らってみたりと、天皇なりに、いぼ妹への気遣いがあったようです。しかし、それが叶うことはありませんでした。和宮は、効果にあたって、さまざまな条件を出していますが、 結婚か甘かという理不尽な二者択一を迫られた彼女にとってこれは当然のことだったのかもしれません孔明天皇も和の宮の条件を遵守するようにと幕府側に告げています和の宮が出した条件任皇天皇父の十七回帰の後に関東に下校し以後も回帰ごとに上洛させること大奥に入っても万事は御所の流儀を守ること 御所の女官をおそばきとすること御用の際にはおじ橋本実明を下校させること御用の際には上牢かお年寄りを上落させること十四代将軍徳川家持へ降下文久元年186110月20日和宮は江戸へと旅立ちますこの時孔明天皇は猿月寺の築地の門まで 和の宮の行列を見送ったと言われています。厳戒態勢で行われた姫君の下校。和宮一行は中山道を通って江戸へ向かったのですが、沿道では村人の外出禁止や商売の禁止、見下ろせる高い場所に行ってはいけない、犬や猫は鳴き声が聞こえないようになど細心の注意が払われていたようです。行列は千数百人 各藩や幕府の警護、人足も加えると、約3万人にも上ったといいます。ついに家持と対面。11月15日、和宮一行は、江戸城清水門内にあった清水屋敷に到着します。翌月、和宮は、夫となる家持に対面することになるのですが、実は、家持も縁談が進んでいた、相手がいて、後部一羽のために、その話が立ち消えとなっていたのです。 同じ年に生まれた二人は共に激動の渦に巻き込まれたのですね。結婚当時の家持は10代半ばの若者でしたが優しく誠実な人柄で贈り物をしたり手紙を送ったりと和宮を気遣っていたそうです。そんな家持に和宮もだんだんと心惹かれていったのでしょう。文久2年18622月11日和宮と家持の婚礼が行われました。 シュート目天璋院、厚姫との衝突。何事も御所風に、という条件で降下した和宮でしたが、江戸について、すぐに天璋院、厚姫と衝突することになります。天璋院は薩摩出身で、十三代将軍、家定の御台所となった人物です。天璋院は、家持ちの義母として、その養育にも力を入れていたそうです。大河ドラマ、厚姫で、 宮崎葵さんが主役となって、一躍有名になりました。今年の最後おどんでは、北川恵子さんが演じられています。天璋院は、和宮にあっても上座に座ったまま、会釈も礼もなく、また座るときには、天璋院のみ、敷物が、有和宮には何もなかったといいます。先代の将軍、家定の性質である天璋院は、次期、将軍として慶喜を推すよう、命令を受けていたものの、 最終的には家持ちを担ぎました。どうやら家持ちのことを息子のように可愛がっていたようで、上洛の際にもかなり身を案じています。そんな家持ちの妻としてやってきた和宮ですから、嫁姑に似た関係性があったのでしょう。婚儀の際に和宮の地位が高いことにより、将軍が頭を下げるという異例のパターンになったことも気に入らなかったのかもしれません。天璋院からすれば、 徳川に嫁いだ以上、通常の多くの嫁姑関係でいようとしたのでしょうが、和宮にとっては、それまでの生活からは信じられないことだらけだったのでしょう。時に涙することもあったそうです。家持とは、仲むつまじい夫婦に。こうした多くとの圧力は、孔明天皇の怒りを買い、御所から幕府に向けて、和宮に関しては、恐怖であることを初めから言っているということや、 のちのちの未来どころにまで恐怖を残そうとは思っていないなど、和宮に関しては、例外的に恐怖にするよう、お達しがありました。それでも、家持と和の宮の二人は、仲むつまじかったようで、家持は、金魚をお土産に立ち寄ったり、収穫を祝う、原著の日に、小宝に恵まれることを願う猪子持を一緒に食べたり、高価な贈り物をしたりと、和宮を気遣っていました。一方、和宮も、 乗馬する家持ちを見ていたり、京へと向かう家持ちの道中が、カイロと知ると、身を案じて道を変えることを申し入れたり、家持ちのためにお百度参りをするなど、思いやりを持って接していました。将軍といえば側室がつきものですが、家持ちは生涯側室を持ちませんでした。和宮を一途に愛したとは心温まるエピソードですね。和の宮の効果が決定した頃、世間では、幕府は、 和宮を人質にして天皇に上位させるつもりだろうという噂が流れていました。これに対し、家持は、和宮皇下に関して、双心はないと、朝廷に生死を提出しています。これは、和宮を妻として大切にするという誓いでもありました。そんな様子が、天璋院と和の宮の関係改善に向かわせたともいいます。和宮が大奥に入ったのは、 江戸に到着してから1ヶ月ほど経った後のことでした。和宮公家には、いろいろな条件がありましたが、その一つに、御所風の暮らしがあります。この調整が難航したため、時間がかかってしまったのです。大奥での和宮の暮らしは、側近、三綿継子の書状によって明らかにされました。それによると、御所風の暮らしは、ほとんど遵守されておらず、部屋は狭くて暗く、また、 多くの女性たちと反りが合わず、和宮が泣いたこともあったようです。二人が仲睦まじいにもかかわらず、多くの女官たちは、和宮様は、江戸には長くいらっしゃらないおつもりらしいとか、上様の方からご機嫌を取らせているなど、和宮に冷たく当たったようで、体調を崩している時でさえ、悪く言われたようです。和宮やそのそばに仕える女官たちにも、自分たちは宮中から来ているというプライドがあったのは確かでしょうし。 旅をはくかはかないか、一つでも、慣習の違いを痛感していたようですから、心休まらない日が続いたでしょうね。和宮と大奥の女性たち、幕末の大奥といえば、天璋院と和宮ですが、他にも、個性豊かな人々がいました。ここでは、家持ちの実母で、和の宮の姑である実情院、最後のお年寄りの滝山、和宮に尽くした津・地みか藤子をご紹介します。 家持の実母実母院将軍の母として珍しいタイプなのが和の宮の姑にあたる実情院です和の宮の姑というと天正院のイメージが強いので家持ちの実母である実情院にはあまりスポットが当たらないですよねこの頃の大奥は十三代将軍家定の聖母である本寿院が大奥随一の権勢を握っておりまた 実施であるはずの家持ちのことも天璋院が養育していたため、実情院はあまり居場所がなかったとも見られています。しかし、その反動からなのか、派手好きでお酒も大好きという将軍の母としては、意外な生活をしています。毎晩お酒を飲んでは騒いだため、大奥を取り仕切っていたお年寄り、滝山と頻繁に衝突していたとか、江戸会場の時には、和宮と共に清水屋敷に移り、 21歳で亡くなった息子家持とは違い84歳まで生きたということです最後のお年寄り滝山そんな実情院に悩まされたのが大奥最後のお年寄りとなった滝山ですお年寄りというのはよくドラマで大奥総取締役などと表現される将軍や御台所に謁見できる役職の人物です篤姫では稲森泉さんが演じられていましたね 滝山は、10代で大奥に勤め、家持の将軍慶視のためにも尽力しました。そんな実力者、滝山が手こずったというのが、将軍につかせるため尽力した家持の実母だというのですから皮肉ですね。実情院のどんちゃん騒ぎの生活ぶりを見かねて注意した滝山でしたが、一説には、実情院付きの女中に恨まれて、散々な嫌がらせを受けたり、呪いをかけられたとも言われています。 女性の世界は怖いです。和宮に尽くした土門藤子。陰陽頭の土門家に生まれた藤子は、和の宮の効果に伴って大奥に入り、和宮を守ろうとしていた人物です。しかし、その気持ちが強すぎたのか、はたまた公家だからか、何かにつけて武家をか論じたため、大奥の次女たちと対立することも多かったようです。一説には、和宮と天璋院の圧力は、 それぞれの次女によるものが大きかったとも言われます。あまりに江戸の流儀を下に見ていたため、宮中の女官からたしなめられたというお話もあるほどでした。そんな藤子でしたが、江戸開城直前には大活躍します。徳川家存続のために和宮がしたためた嘆願書を手に、桑名や京へ奔走し、和宮の意思を伝えることに力を尽くしました。家持の死去、和宮は、 家持ちのためにお百度参りをした和宮文久三年1863家持ちは上洛のため江戸を出ましたこの際和宮は夫の無事を祈ってお百度参りをしています同年に再び上洛の要請があった時もお百度参りをしていますのでよほど家持ちが心配だったのでしょう和宮は朝廷に対し用が済んだら速やかに 将軍を江戸に帰還させるよう願い出ています。また、上落の際に海路で行くことを聞くと、陸路に変更するよう進言したこともあるようです。和宮にとって、家持が、どれだけ、大切な存在だったかが、よくわかりますね。慶応二年、1866、第二次長州征伐の最中家持は病に倒れます。家持の容体が良くないことを知らされていた和宮は、 乱暴ではなく漢方にするようにと何度も願い出ましたがすでに家持は帰らぬ人となっていました長州征伐へ向かう時家持は和宮にどんなお土産が欲しいか尋ね和宮は西陣織が良いと答えたといいます家持の死後約束通り和宮のもとには形見の西陣織が届けられましたその時の思いを和宮はうつせみの空織頃も 何かあ綾も錦も、君ありてこそ。せっかくきれいな着物が届いても見せるあなたがいないのに、一体、何の意味があるのでしょうと読み、西陣織を徳川家墓所がある増上寺に奉納しました。西陣織を届けようとした家持ちには二度と会えないのに、着物だけ届くというのは、何とも切ないですね。その後、西陣織は、追善供養の際に今朝に仕立てられ、現在でも、 のさとしてて伝わっています同年末には兄の孔明天皇も崩御し前年には聖母も亡くなっています大切な人々を次々と失った和宮の悲しみは想像を絶するものだったのでしょう徳川家を守ろうとした和宮家持の死後も将軍慶視や兄孔明天皇の死大政奉還に 母親戦争と和宮の気が休まることはありませんでした。和宮は自分なりに徳川家を守ろうと、徳川が滅亡するようなことがあれば、私も覚悟する所存です、命は惜しみませんと書状を出しています。これは、徳川へ降下した時の和宮を思えば大きな変化ですよね。家持ちとの結婚生活は4年ほどであり、家持ちが上洛していた期間を抜かせば、もっと短いです。 ですが、二人の間には、政略結婚以上の温かな思いを感じます。明治10年1877、和宮は、療養先の遠野沢で31歳で亡くなります。没後遺体は京都へ戻すようにと、沙汰があったそうですが、家持ちのそばに葬るように、和宮の遺言があったため、増上寺で仏像することになったのでした。増上寺の徳川家墓所には、今でも、 家持和宮夫妻のお墓が並んでいます。和の宮の死後、天璋院は、和宮が亡くなった遠野沢を訪れ、胸塞がり、階級の涙、袖を絞りはべりぬと、追悼の歌を詠んでいます。徳川が倒れるときには、共に必死になって、徳川家を守ろうとした二人は、維新後に和解して、一緒に、勝海改のもとを訪れることもあったそうです。一緒に、食事や感激をしたようです。 当初は険悪だった二人ですが、徳川家存続の危機に陥った時は共に奔走したこともあり、最後には同じ徳川に嫁いだ女性という絆が生まれたのかもしれません。また、家持ちの思い出話も、お互いが一番気兼ねなくできたのかもしれませんね。